はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って昭和電工のトレードをしていきたいと思います。はい、ではまず早速いってみましょう。今日はこの辺りから。はい、時は2010年8月2日の月曜日ですね。まずは環境分析してみましょう。上から紫、青、赤、緑といった感じになってますね。一旦この辺りですね、ここの、4月の30日から下落を開始し、この辺りですね、急な下落になってますね。で、一旦戻ったんですが、そこ、戻ったんですが、そこという形になって、この辺りから逆パンパカパンの状況になってます。で、ここは今、一旦このですね、1600円の節目でサポートされて、上昇して、もう一度、上昇してきているという、このダブル底みたいな形になってますね。という状況の中にいまして、上昇局面ではあるんですが、青の60日線に阻まれて陰線をつけたというような局面になっているかと思います。はい、このままですね、ノーポジで見てみたいと思います。はい、では早速火曜日行ってみましょう。火曜日、水曜日、陰線つけましたね。もう一度もしかしたら、下落開始するかもしれませんね。ただしここは緑が下でサポートしてますので、ここはちょっと様子見したいと思います。行きましょう。木曜日、金曜日、週足見てみましょう。はい、週足です。いつもの通りショートカットで、週足に変えてますので、こちらは別の動画をご参考ください。こちらですね、はい、見ますといい形してますね。これは上昇局面になる間近のような形をとってるかなと思います。上から紫がざーっと右肩下がりで下がってきて、今ですね、このロウソク足の下に潜り込んだんですね。で、赤の5日終線も、潜り込んでいるという形になってますので、ここに100終線と、5日終線のサポートラインができたというところで陰線つけてますので、これ陽線つけていくと強い局面になってくるかなと。で、これが次週ですね、陽線つけると緑と紫、ここ物分かれしますよね。緑が上昇局面に入っていくという形になって、赤がさらに伸びていくとパンパカパンになるという形になってますね。少し引きの形で見ますと、はい、引いた形で見てみますと、この辺りを頂点にして、ここからずっと下落してるんですね。ここ逆パンパカパンです。すごい長い間の逆パンパカパンがありまして、一旦底張って上昇、で下降して上昇、で再度今紫の上にようやくロウソク足が来たと。はい、ここですね。一旦紫越えをして、今度、はい、ここですね。一旦紫越えをして下落し始めて、ようやくまた再度紫がサポートしてきてくれているというような形になっています。はい、はい、ということでですね、長期トレンドで見ると、今は下落トレンドから上昇トレンドへの転換点かなと思いますので、ここは買い目線で見ていきたいなと思います。ということで、まだ下半身ついてませんので、ここはエントリーポイントではないかなと考えております。はい、行きましょう。月曜日、まだですね。火曜日、水曜日、下落しますね。木曜日、わあ、ここですね、揃ってきてますね。1回、2回、3回と。ということで、次ですね、上昇すれば、ここ再度上昇してくると思いますし、割れちゃうとちょっと怖いですね。行きましょう。金曜日、もう割れないですね。粘ってます。はい、このまま行きましょう。月曜日、火曜日、水曜日、なかなかエントリータイミングないですね。木曜日、これで下半身はつけましたね。一旦ここで下半身はつけましたので、この前の安値ですね、ここにラインができるかと思いますね。このあたり、このあたりのラインを今切り抜けてきたという局面になっているかと思います。ここはまだこの短期線で見ると、ここボックス相場ですね。ボックス相場になってまして、1点底、2点底、3点底という形になってますので、ここは一旦打診買いしてみたいと思います。はい、行きましょう。金曜日、まだ我慢ですね。はい、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見ますと、ここサポートしてくれてたところのその下ですね、割れてしまったという局面まで来てます。前の安値が1500円なので、ここをまたなんとか維持したら上昇局面になってくるかなと考えておりますね。はい、では月曜日行ってみましょう。月曜日、これは危ないですね。団長一旦撤退しておきます。ここは逆下半身再度つけましたので、ここは打診買いですね。寄り付きなので、ここで打診買いしまして、ここで手締まいという形を取りたいと思います。はい、行きましょう。火曜日、
水曜日、来ましたね。やっぱり下落に入っちゃいましたね、完全に上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンになりましたので、ここは、打診売りしたいと思います。木曜日、金曜日、はい、週足見てみましょう。はい、週足ですね、陰線続いて1500円の節目になってきているというところですね。もしかしたら帰ってくるかもしれません。はい、このままいきましょう。月曜日、火曜日、割れちゃいましたね。やっぱりここ割れましたね。1500円、今1490円が終わり値になってますので、1500円を割ったというところになっているかと思います。ということで価格の節目ですねを割り込んだので、こういったところは追加ポイントかと思います。いきましょう。水曜日、いいですね。団長は打診売りをここでして、ここは我慢しましたね。で、今ここで追加しているという局面ですね。上から数えると 1,2,3 もしくは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 というところですね。逆パンパカパンになってますので、横バッタあたりですね、横バッタあたりが利確ポイントかと思います。はい、行きましょう。木曜日、ちょっとここはもう利確しても良さそうですね。もう一日だけ見てみましょう。金曜日、そうですね。はい、ここで利確します。はい、週足見てみましょう。はい、週足です。1500円に支えられて下ヒゲつけたというところになってますね。だいぶ紫と赤が密になってますので、ここはですね、この1500円節目が硬そうと思えば、この後は上昇に転換するという局面かと思います。はい、日足に戻りました。団長は一旦金曜日の時点で利確しますので、今はノーポジの状態になっております。はい、行きましょう。月曜日、上昇してきますね。ここは打診買いしてもいいような局面ですね。1500円が先ほどのところ、前の過去ですね、にあったのと、今ここで1500円が節目になったということで、今は上昇トレンドに入ったと見てもいいような気がします。すぐですね、陰線つけたら撤退ということを条件に、打診買いしてもいいかなと思います。いきましょう。火曜日、これは危ないですね。水曜日、やっぱりダメでしたね。はい、ここは撤退したいと思います。やはり緑の20日線に阻まれたこういったロスカシですね、ここはやはりエントリーしない方がいいっていうことが分かりますね。なんとなくやっぱり危ないんですね。これで次緑ブロックを食らって下落したというところです。これはですね、またここ下落ですね、逆パンパカパンの中にいますので、ここについては、売り、打診売りですね、打診売りをしてみたいと思います。いきましょう。木曜日、金曜日、なかなか、週足見てみましょう。はい、週足です。1500円で粘ってますね。はい、日足に戻ります。はい、ということで次は1500円割ったところが、狙いのポイントかとなりますね。いきましょう。月曜日、火曜日、これはちょっと微妙ですね。水曜日、ここで下半身つけましたので、やはり上昇トレンドに入っているとみなしてもいいかなと思いますね。次はですね、ここは怖いですね。またすぐ陰線つけるかもしれませんが、ここももう一度トライしてみたいと思います。はい、行きましょう。打診買いですね。木曜日、これは怖いですね。これまた先ほどと同じですね。この形、下半身出て、週足に上昇にトレンド転換したと思ったら、移動平均線に阻まれて下落で、上昇したと思ったら移動平均線に阻まれて下落かもしれませんね。ここは、はい、ここについては団長ここで打診買いしましたので、これは1日見てみたいと思います。いきましょう。金、抜けましたね。怖いですね、ここは。はい、下から数えますと 1,2,3,4,5,6,7,8 ということで、あと1日ですね。週足見てみましょう。はい、週足です。紫の、移動平均線ですね、100周移動平均線に今、ロウソク足が阻まれているといった状況になってますね。ただしここはかなり密になってきてますので、もう間近、決着間近だと思いますね。で、団長はなんとなく上昇することを期待しております。理由としましては、この紫が下に入ってきそうというところと、1500円ですね、これ1回2回タッチして、底値を形成しているように見えるからです。はい、日足に戻りましょう。はい、ということで団長は打診買いここでしまして、今8日目ということなので、あと1日ですね、待ちたいと思います。いきましょう。月、よかったですね、下がりませんでした。ということでここは、1回、手仕舞いですね、利確ポイントになってきますので、利確します。
で、ここは紫ブロック、まだ到達はしてませんが、の雰囲気もありますので、下落のサインですね、と見てもいいかもしれませんね。いきましょう。火曜日、水曜日ですね。やっぱり下がってきましたね。狙い目としては次の、下値切り上げですね。この下値切り上げのところが打診買いしたいところかと思います。木曜日、金曜日、月曜日いきますね。火曜日、水曜日、まだですね。木曜日、まだ。金曜日、まあこれで決着ついちゃいましたね。ここで押し目つけて上がっていくと思ったんですが、逆に下がったという形ですね。ここはエントリーしてもいいような雰囲気ですが、週足見てみましょう。はい、週足ですね、まだ5日終戦にですね、これサポートされてますので、ちょっとここは様子見したいと思います。はい、では日足に戻りました。団長は一旦ここはですね、ノーポジで様子を見て、どちらかというと上げ局面で見ていきたいと思います。次のエントリーポイントとしてはやはり下半身ですね。下半身が来るのを待って、そこを、打診売りのポイントにしていきたいと思います。なかなか面白い形になってきましたね。いきましょう。月、まだですね。火、来たかもしれないですね。水、来たかもしれないですね。これで、下値ですね、これ切り上げてますということで、トレンドとしてはこの中に入ったかなという局面にありますので、ここはちょっと、ごちゃごちゃしてて本当はやりにくい場所ですが、今練習なのでここは果敢にエントリーしてみたいと思います。いきましょう。打診買いですね。木、金、もう少しいきましょう。月、これ負けましたね。ここは失敗でした。ここは潔く撤退したいと思います。なかなか上がらないですね。やはり上に紫青とこの層が厚いですね。はい、ということで、陰線つけてしまいましたので、団長は打診買いですね。ここでした打診買いを一旦撤退したいと思います。結構やられてしまいましたね。で、ここは紫青、赤緑の逆下半身になってますので、相葉先生の教えの通りいくと、ここは打診売りの局面になってくるかと思いますね。見方を変えて、この1500円ですね、もう一度この辺りまで来るということを信じて打診売りしてみたいと思います。はい、行きましょう。水、木、金、怖いですね。週足見てみましょう。はい、週足です。1500円間近。やっぱりこの後なんか底値入りしてるような気がしますよね。はい、行きましょう。月、取れましたね。ここで、打診売りしましたので、ここでしっかり取れたというところで、このやられ方は取り返したかなと思います。ただしここですね、懸案のこの辺りですね、この懸案の1500円、の節目のところまで来てしまいましたので、一旦ここは団長手堅く利確したいと思います。本来であれば上から行くと 1,2,3,4,5,6,7 なので 8,9 とあと2日持てるんですが、ここは一旦手堅く行きたいと思います。というのも、なんとなくまだ上昇目線で見てますので、ここですね、週で見るとヒゲになるような気がいたします。はい、行きましょう。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足ですね。やや1500円割ってしまったかなという局面まで来てますね。冷静に見ますと、上から青、紫、緑、赤といった順番ですね。今はちょっと上昇局面に引きで見ますと、この引きの形も別の動画撮ってますので、そちらを参考ください。もうちょっと上昇局面には見えないですね。1500円割ってくると下降トレンドにまた入っていくかなと。前の安値がここなんですよね。ここも1500円付近。はい、1回、2回、3回と1500円を踏んでますので、ここはもしかしたらもうちょこっと下がってきちゃうかもしれません。はい、日足に戻りました。ここですね、まだ今団長は利確してしまいましたので、ここですね、ここで利確しましたのでノーポジとなっております。ここはちょっと様子見していきたいですね。月、火、水、木、金、これまた逆下半身つきましたね。エントリーポイントかとも思いますが、下ひげが気になるのでここも見送りたいと思います。月、火、水、木、そうですね、やっぱりここで1500円のところのちょっと下ですね、この辺りに厚い層があるように見えてきますね。ここ下半身つきましたので、本来は難しいんですが、ここは
紫と青の間隔がこの以前に比べるとだいぶ近くなってきてる気がしますね。ということで、ここは、一旦打診概要してみたいと思います。いきましょう。月取れましたね。火、陰線ついたらすぐ撤退ですね。水、うわ怖いですね。ここは抜けるかもしれません。木、さあどうでしょうか。皆さんであればここ撤退しますか。いかがでしょうか。下から数えると1,2,3,4,5,6,7,8 です。団長のエントリーしたのはここのポイントですね。ここから今ここまで来てます。でヒゲが紫にかかっているというところですね。さあいかがでしょうか。もう一日団長は見て紫越えを狙いたいと思います。陰線つけたらすぐ撤退ですね。いきましょう。金、やっぱり陰線つきましたね。はい、団長はここで手堅く利確したいと思います。理由としましては下から数えてここですね、1,2,3,4,5,6,7,8 8陰線ということで手堅く利確ですね。これもしかしたらもう1日2日陰線つけて再度ですね、抜けて紫抜けをついに起こすというところになってきてるかと思います。はい、このままいきましょう。月、来そうですね。抜けたら買いですね。火、水、木、やっぱりそうですね。ここは団長の狙ってた通りですね。エントリーしてなかったのがちょっと悔やまれますが、やはり紫抜けですね。一気に来ました。はい、ということで一気に抜けてきましたので、この後は、上昇トレンドに転換していくかと思います。理由としましては、ここですね、1500円のちょっと下、先ほどの週足で見ると1500円の下が3回ありましたね。なんとなく底値入りしたことと、紫青の、移動平均線が実体の下に潜り込んできたというところですね。はい、ここはですね、大陽線でちょっとエントリーしにくいと思うんですが、やはりここずっと狙ってたので打診買いしてみたいと思います。陰線つけたら撤退かもしれませんね。いきましょう。金、うわ怖いですね。週足見てみましょう。はい、週足です。赤と緑が、ローソク足の下に来てくれてサポートしてくれてるという雰囲気ですね。ただし上に紫青がいますので、この、移動平均線がレジスタンスとして効いていると。ただしですね、なんとなくもうこの1500円ですね、1回2回3回触った1500円が底値として合意形成されて、上昇していくような雰囲気があるかなとも感じます。はい、日足に戻りました。団長はここで打診買いしてますので、今、ポジションを持っている状態ですね。いきましょう。月、抜けましたね。1700円抜けたので追加したいと思います。火曜日、うわ怖いですね。水曜日ですね。木、抜けましたね。金、ここも抜けたので追加買いしたいですね。だいぶここは上昇トレンドになってきてると思いますね。やはり下から数えて 1,2,3,4,5,6,7 と8、いいですね。抜けました。追加ですね。9、うお怖いですね。団長は一旦ここで手堅く利確したい、そうですね。ここもうすぐパンパカパンなので、もうあと1日陰線つけるまで見てみたいと思いますね。いきましょう。水、強いですね。強いんですが、この上髭気になりますね。3日連続同じとこまで来てます。いきましょう。木、抜けましたね。またこれで、一つ世界が変わりましたので、だいぶ今玉を持ってますが、ここもですね、追加していきたいと思います。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。そうですね、狙った通りついに、青の移動平均線ですね、60日移動平均線を抜けてきたという局面まで来ました。はい、この後少し見ていきましょう。わあ、やっぱり上昇してきましたね。わあ、狙った通りですね。今日は、やはりこの1500円下ですね、下限のところが底ということで、そこから一気にトレンド転換して、ここですね、団長かなり玉持ってましたのでしっかり取れたというような場面だったかと思います。なかなかいい局面でしたね。はい、以上今日は昭和電工でのトレードでした。最後までご視聴ありがとうございます。